はい、それでは石井さんから、まず会見お願いいたします。では試合を振り返って、アフリカではしないですけど、とりあえずそのカード、いや、あの本戦にしか、あの神奈川県代表として出場できることになったのはクラブ初めてのことなので、クラブ関係者の人がすごく喜んでくれましたし、あの、まあ、選手にとっても今日は決勝戦で、決勝戦楽しんで今日勝って、で次に進むぞ、我々は君たちは弱くないって話をして、まだすごく強くもないけど弱くない、すごく上手くないけど下手じゃない、だから我々はここからまた今日勝って先に進むぞって話をして試合に向かったんで、まあ結果だけじゃなくて内容も含めて、今日出た選手が僕にとっては今日試合する上のベストメンバーだったんで、全員それにしっかり応えてくれたというか、自分自身を表現して素晴らしいゴールを決めて勝ってくれたんで、まあ、僕からするということは特に今日はないですし、とにかくクラブにとっても大きな一日になったんじゃないかなとは思います。では、あの質問があるかと申しました。はい、石井相模原、大島町田です。はい、あの、まあ、中2日での、この試合ということで、まあ、小田監督もあのお話ししていた通り、大幅にといいますか、ほぼスタメン全員入れ替えてという形になったと思います。はい、あのその上で試合から遠ざかっている選手もいる中で、あのどういうのを、ね、この何だろう、選手たちのコンディションも含めてこの試合にあの持っていったのかというところを教えてください。まあ、北九州の試合があってね、移動があって、でまた富山の試合があって、負担があって消耗があって、やっぱり今日の試合ってすごくクラブにとっても重要な試合なので、今日あのよりフレッシュで、あのダイナミックにプレーできる人、心身ともに状態の良い人を選ぶということで今日のメンバーになりましたし、我々ってあのフィールドメンバーが24、まあ、今ちょっとまあ怪我で戻ってない選手もいるんですけど、割とこうちっちゃめのスクワッドでやってきているので、結局共有しているものが多いんだと思います。トレーニングもそうだし、まあ、練習試合もそうだし、だそういう意味ではみんなあの同じものの上で切磋琢磨してここまでやってきていたので、そういう意味での多分選手個人の迷いはなかったんじゃないかなと思いますし、もちろん僕の周りには素晴らしい優秀な、ね、フィジコもいれば、あのコーチもみんな頑張ってくれていて、何より選手が試合に出るためにずっと努力してきたと思うので、まあ、今日初めてあの甲子園に出た選手もいますし、久しぶりの選手もいるし、ちょっとポジションが違う選手も、ね、ジャスティンみたいな選手もいましたけど、まあ、それぞれの課題を意識しながらこの試合で目いっぱいチャレンジして勝つためにプレーをするということは全員本当によくやってくれたと思いますし、フィジカルも含めて、まあ、しっかり表現できたんじゃないかなと思ったので、単純に良かったと思いました。はい、あの前半の、まあ、立ち上がりは、まあ、風下っていうあのピッチも変わって、結構ロングボールを松田選手にかなり当てているように見えました。これは、はい、あの試合前からそういうなんかプランみたいなのがあったんでしょうか。なんかやっぱり松田もそうですし、あのジュニもそうなんですけど、他のチームにない武器じゃないですか。そういうものをしっかり使いながら試合を救っていったり、相手にストレスを与えるっていうのは、まあ、僕自身があのリーグ戦う中で学んだ部分でもあって、でその選手の特性をやっぱり最大限生かすということも考えて、まあ、そういったプレーもあの序盤は逆に入れてっていいって話はしましたし、その上で今日で言うと、まあ、佐野と西山のところですか、まあ、位置関係もうまく取りながらボールも動かせたと思うので、まあ、基本的に試合をこちら側のものとして進めながら、まあ、クロスが行ったりシュートを打ったりボックスに侵入したりっていう場面は前半からあったと思うので、まあ、始め方からずっとこう流れで見ていったときに悪くない進め方ができたのかなとは思います。まあ、スコアっていうところでは、まあ、安藤あの選手の素晴らしいフルシュートが決まって、はい、まあ、その後あの、まあ、相手 の, あのビルドアップを、はい、まあ、奪って、まあ、素早いショートカウンターみたいな形で松田選手が決めました。この2つのゴールというのはどのように感じていますか。翼のゴールまでのプロセスはあんま覚えてないんですけど、まあ、よくシュート練習をやってたんですね。でシュート練習も結局決まった形で決まったボールというよりは結構ランダムに球出して速く打てとか速く合わせるとか、
そういうことをずっとやってたんで、まあ、反射的にその自分の前に、ね、インバウンドボールが来た時に落ちるのがしっかり我慢できて力まずにしっかりあのミートできたと思うんですけど、まあ、練習はやっぱり嘘つかないなと思いましたし、まあ、ショートカウンターの部分は、まあ、相手がどういうふうにプレーするかは行く通りのパターンがあるっていうのは、まあ、きちんと選手には、まあ、見せてグラウンドで確認して、で今日も伝えてやったんで、まあ、松澤から始まるものの中ですごくカルロスも今日はプレスでも走ってましたし、まあ、いったものも僕らはもともと目指しているものなの で、ワイズさんに関するとやっぱボールはつないでくると、まあ、僕らもそうなんだけど彼らもつないでくるので、そこにやっぱり思い切ってぶつかって敵陣でボールを奪うということは今日の大テーマだったので、前半からいい場面あったんですけど、周りで点が取れたのがすごく自信になるんじゃないかなと思います。あとは、まあ、あの最後のクロージングのところも含めて、はい、あの栗原選手だったり、まあ、佐藤選手、最後は加藤選手もいるというところで、非常にあの、まあ、狙いを持って各選手がタスクを持って入っているなという印象を受けたんですけども、まあ、しっかりとこう無失点で終えられたということに関していかがでしょうか。昨日第2位が得たか忘れたんですけど、失点はリーグで上から4番目だってことを聞いて、失点しないために実はチーム作ってるわけではないんですけども、僕らやっぱりボールはねいつも運ぼうとしますし、まあ、今日も同様で、まあ、それでも失点が少ないってこと自体はすごく喜ぶべきことだなと思ってたんで、今日はあの、ね、川島じゃなくて、ね、竹重が出てくれましたけど、そうだ前回ここで勝った時も竹ちゃんだったなと思って、まあ、後ろからしっかり声もねかけながらチーム支えてくれて、センターバックもジャスティンも試合でやるの初めてですし、その公式で、ね、序盤ちょっとバタバタしましたけど、しっかり試合に適応してコミュニケーションを取ってボールもしっかり運んでトランジションもして、まあ、カウンターでちょっと嫌な場面もありましたけど、このシュートを打たれたとしても得点の確率が一番低いところに、まあ、我慢強く誘導するってことも、まあ、そういうなんかトレーニングや山ほどしてきたんで、山ほどしてきたトレーニングの中で実はまだクロスから点が入ってないのが僕とするとまだまだだなと思ってるんですけど、まあ、きちっとトレーニングしてきたもので試合の中にいろんなことが起きた時に対応ができてるっていうところが、ボールをやっぱり持ってプレーすることを一番に掲げてやってるチームの割に失点が少ないっていうのは僕はすごくいいなと思ってますし、この選手がプレーが途切れずに、もしトランジションが1回目うまくいかない、2回目はちょっと止めきれないってなっても最後のところまで全員でスプリントで戻って、でシュートを打たれたとしてもなんかそこにしかシュート来ないよっていうところまで、まあ、我慢強く粘り強く対応してたので、そういったところがゼロにつながっているのかなと思います。